突然ですが皆さん、電動怪獣選手権というものをご存知でしょうか？フラット工房さんという方が作られているデュエルマスターズの大人気コンテンツになります。今回はそちらの企画を完全リスペクトした架空ナーフ怪獣選手権というものをやっていきたいと思います。デュエマの知識なくても楽しめる動画だと思いますので、その辺は安心していただいて大丈夫です。そして正常な感受性をお持ちの方であれば、おそらくここで多くの方が疑問に思われることがあると思います。架空ナーフ怪獣選手権って何？企画について補足をしますと、開発段階で作ったカードを調整段階で、あ、これ強いなと感じた結果、ある程度弱くして実装されたカードを現環境で元の効果に戻したらどうなるのかってことになります。わかりやすい例で言いますと、ベータ版で6コースだったスカルフェインがリリース後は7コースで実装されたみたいな感じです。こんな感じで現在ローテで使用できるカードのうち、明らか調整の痕跡が見られるカードを解説していきます。一応自分なりにある程度の根拠の上でカードは選んだんですけど、言ってしまえば私のさじ加減でもあるので、一個人の意見としてご視聴いただけると幸いです。紹介の形式は本家完全リスペクトで、 S から E までの9段階で評価していきます。誤解の内容を先に説明いたしますと、 S ランクは絶対に怪獣してはならない、なんなら現在能力でも若干いかれているよりみたいな感じで、そっからちょっとずつ認識が下がっていく感じです。なので個人的にナーフ希望するほどまで不健全だと思うのは S ランクのみになります。それでは早速本編の方に入っていきましょう。というわけで今回は E ランクからの紹介になります。まず1枚目は公共天使。現在の効果がファンファーレでリーダーバリア付与なんですけど、調整段階ではおそらくこのバリア付与は場に出た時でした。つまりわざわざ出しなくても直接召喚でバリア付与できる想定で開発されたと思います。多分調整していくに伴ってアグロ耐性を高められる点や、コントロールデッキ全般に違和感なく採用できるという点で、今後のカード開発に支障が出ると評価され、現在の効果になったと思われます。ニュートラルに汎用メタカードを実装するのは危険と判断されたのでしょう。そして肝心の問題が、これが制限解除されたとして環境に与える影響がどうなるかという点なんですけど、これに関してはもともとこのカードを採用しているコントロールデッキが強化されるだけで、本質的な部分ではあまり影響はないと思います。逆に今までバリア付与が直接召喚で付与されないせいで、メタカードとして機能していない場面も多々ありました。この調整により撤退ロイヤルの立ち位置が現状よりさらに悪くなる恐れがありますが、メタ貫通能力が下がっただけで役割代表デッキとして割り切れば、不利対面がさらに不利になるくらいの問題なので特に影響はないと思います。続いてイリス。こちらは現在のコストが4なんですけど、おそらく2コス想定で開発されたと思います。当時はピラータートルが使用できたことからシナジー面を考慮して4に変更された説もあるんですけど、そのピラータートルがイリス実装から1ヶ月でスタン落ちするんですよね。運営としても5周年の記念すべき段で登場したイリスを手札で腐る可能性のある4コースで実装して、その他ギミックとのシナジーがないみたいな状態では実装したくなかったと思います。なので多分2コストチップ持ち仕事としても運用できるようにして、何らかのハイブリッドでの活躍を期待できるデザインにしたかったと思われます。ただまあ守護ビショップに採用するとしても、アミュレット出しがアンチシナジーとなり、専用ギミックでデッキを組むとしても、ピラータートルのスタン落ちで再現性の欠片もない不健全デッキに現状なっていると思います。では仮にこのカードが2コストに制限解除されたとしたらどうなるだろうか。おそらく守護ビショップへの選択枠が妥当だと思われます。一見デッキの性質とはアンチシナジーに見えるんですけど、実は診断の追加でカルミアが登場していたり、序盤はターンの仕事割り切ってプレイして、中盤以降はアブディエルやホーリーセイバーと合わせコントロールしていくみたいな、意外と今後の追加カードやデッキの構築時代ではそういったハイブリッド構築も不可能ではないと思います。ちなみにこのアブディエル、架空ナーフ怪獣選手権 B プラスでもう一度登場します。ハイブリッドとは言っても、極論デッキの最大値が上がっているっていうだけで、同様に事故率も上がると思われますので、よほど革命的な構築が生まれない限り使用されることはないと思います。続いてエッセル。進化軸での優秀なフィニッシュだになるんですけど、おそらくファンファーレのドロー効果はもともと突進だったと思われます。エッセル自体が OTK パーツということで、ワンドロー効果はそういった解釈であれば確かにシナジーがあるんですけど、さすがにそれだと弱すぎると思いませんか。ギミックに頼るのであれば、少なくとも最速進化ターンに間に合うよう初手でキープすることを想定して作られているはずです。それなのに登場時効果で盤面干渉できないって、さすがにこれ調整段階で弱体化入っていると思いませんか。ただこれに関しては運営にも同情の余地があって、運営としても特殊勝利に寄与するカードを開発する際は、実装後の環境をより精密に理解する必要があるため、必然的にパワー低下を検討せざるを得なかったと思われます。ではこのカードが実際に突進を得た際、環境に対して与える影響はどうなるのかというと、まあここまでご視聴してくださっている方の想像通り、おそらく波風一つ立たないでしょう。現状ネメスを使用するとしても、おそらく F 軸進化軸を使用することになり、その場合トレランスという文明の利器がすでにありますので、汎用性の面で軍配が上がるカトルの方が優先されると思われます。続いてスパイデバイス。こちら現在3コストシステムカードなんですけど、おそらく開発段階では2コスト22だったと思われます。というのも、実はこのカードが登場したのが AF ネミス全盛期の初動の王でもあったロボティクスユーザーが存在していたタイミングだったんですよね。テンポを失わずにシフトを回収できる札がロボティクスユーザーしかなかった当時、今後 AF を死にギミックにしないためにも、少なからずそれまでの基準であったロボティクスユーザーを意識していたと思われます。ただここで問題が一つあって、おそらく運営としては2コストのシステムカードに対してあまり肯定的ではないという点があるんですよね。2コストシステムカードは使用される側に適切な対処カードがない限り処理されないので、大体1ターンは存命することが多いです。つまり2コストシステムカードというの
のはそれだけでユーザーからのヘイトを集めやすいという特徴があります。なのでまあそれらを避けるため3コストにしてせめてもの慈悲で平均視察よりちょっと高い数値に調整されたのだと思います。それでは肝心のこのカードが2コストに調整されたとして環境に与える影響はどうなのかというと、これもまあ多分あまり影響はないと思います。理由としては現状ローテでのエーフネミス自体が下火で、このカード1枚追加で変わるほど出力がシフトに依存していないからになります。多分単純にデッキの偏差が下がるのと、ランクマッチ等でエーフと遭遇した際に先にデスパイデバイスが置かれないように祈る回数が増えるぐらいだと思います。唯一デメリットを挙げるとしたら、現状体力3点に対しての有効札が環境に少ないことから、このカードをプレイした回数に突進とかで適当に処理されてシフト回収の機会が1回分減る恐れがあるくらいです。というわけで今回は架空ナーフ解除選手権 E ランク解説でした。初回ということであまりパッとしないカードが多かったと思うんですけど、次回の D ランクからはさらに全体的にパワーが上がります。お楽しみに。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さらば。